笠松町は、岐阜県羽間郡に属している町。岐阜県南部の農美平野に位置し、町の3分の1を流れる木曽川に総一位置にある。かつては、頻繁に水害に悩まされ、松枝林中という和中が発達していた。水害に関する多くの史跡が残り、古くから木曽川を通じて、岐阜と名古屋を結ぶ重要な地であった。古くは、尾張国であったが、 1586年の木曽川の反乱により木曽川の位置が変わり美濃国に移り終わり国羽ぐ軍から美濃国羽ぐ軍となった港町でもあり岐阜から名古屋へ岐阜街道が中心部を通っていたかつての地名は笠町1662年正式に美濃軍隊の陣屋を笠町に移転した際に笠町を笠松に改名したという 江戸時代は幕府直轄地として笠松陣屋が置かれ、江戸時代の終わりには笠松県の県庁、明治時代の初期には岐阜県庁が置かれており、県庁が岐阜市に移るまでは岐阜県の中心となっていた。笠松町中心部の航空写真。中心のグランドは笠松競馬場。南東側を流れる川は木曽川である。1987年撮影。 国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成笠松陣屋との石碑岐阜市、広域合併協議では、岐阜市、橋間市、笠松町義南町、柳津町、北方町が参加し、50万都市を目指したが、岐阜市椿道での参拝不法登記問題に発しよう。 発した岐阜市行政の怠慢、莫大な処理費用などが予想され、また合併後の市議会議席の調整も失敗していた。そんな中、4月に、橋間市が、住民投票の結果により、岐阜広域合併協議会からの脱退が決まり、2004年6月6日、笠松町でも合併についての意思を問う、住民投票が実施された。その結果、 反対票が65.32%と賛成票を上回り、同月21日に町議会で、岐阜広域合併協議会からの脱退についてが、議決された。2005年3月末までは少子化対策のため、入院を呼び、外来の医療費を15歳まで町が負担する、無料乳幼児医療費助成が行われていた。出生率が上がるなどの一定の成果はあったが、 財政圧迫を理由に外来の医療費を4月から10歳までに引き下げとなった。入院の医療費補助は義務教育終了まで続いている。毎年増大しているゴミの処理費用削減のため全国的にも例のない町内会単位による資源ゴミ分別回収が行われている。一つの町内会で数カ所あるゴミの収集場所を原則1カ所にして ゴミの回収費用を削減するものである。小栗キャップ及び元機種の安藤勝美で有名な笠松競馬場がある。しかし、赤字続きで資金も底をつき、運営を続けるなら、地方公共団体の支援が必要になったが、岐阜県や笠松町は支援はしないことを決め、2005年度から笠松競馬場の収支が赤字の場合は廃止すると予告している。 笠松駅奈良津みの桜上水道は、道庁が設けた4カ所の水源地から給水されている。下水道は1989年より設置工事が始まり、1992年より一部での供用開始。2006年度末時点の下水道普及率は約78%。ありがとうございます。